こんにちは、京谷です。今、クラブハウスで伝わる声の出し方ということで、月曜日から金曜日、皆様のお声のお悩みに立ち会っています。そんな中で、いろんなお客様が、昨日申し上げて、その日実践して翌朝、うまくいきましたっていうことで、ご報告に来てくださるんですね。そこで、どんなご指導をしたら、そのお悩みが改善されたのか、それをこれからお伝えしていこうと思います。1本目の今日の保育士さんのお悩みです。保育士さんとしてお子さん方を見ている中で、例えば遊びに夢中になっていて、お昼だよっていうことで、そのやっていることを中断してもらいたいだけれども、言っても誰も聞いてくれないっていう状況があるんだそうです。そのお悩みの解決法について今日はお話します。これを最後まで見ていただくと、同じ保育士さんはもしかしたらこれから声が一発で届くようになるヒントがあるかもしれません。で、その方のお悩みはですね、その保育所全員の保育が同じお悩みで困っていらしたんだそうです。どなたかうまく指導している方いらっしゃいませんかって言っても、みんなが大きい声を出すんだけども、子供が全然動いてくれなくて困っている、うまくいった例を見たことがないというお話でした。そこで、子供たちが動くにはどうしたらいいかを考えましたところ、3つのポイントがあることに気がつきました。まずはですね、出した声自体が夢中になっている子供の耳に届いていない可能性がありますよね。声練習をしたことがない方は、どうしてもお顔の前に、そのお子さんの前に言ってしまうことが多いんです。そこで、そのお部屋の全員のお子さんの一番後ろの人に、そこを見てくださいってお願いしました。その一番後ろの人に届けるために、息を吸ってそこに投げてくださいっていうお話をしました。そして3つ目。怒った声は子供たち聞きたくないんですよね。なので、笑っていただいて、笑った声、エゴイで出してくださいっていうお話をしました。人間は見たところにしか声が届きませんので、そのお部屋、どこにお子さんがいるなっていうのを見ていただいて、一番遠いお子さんを見ます。そこが声のゴールです。そこまで届けるためには、息を吸ってそこに息のボールを投げる気持ちで、息を吸ってシュッと投げます。で、喉だけでみんなーっていうよりは、息を吸ってみんなっていう方が飛ぶんですね。なので、見てそこに息を吸って息のボールを投げる。さらに、真面目に頑張ってしまうと、音がこわばります。みんなかなり怖いですよね。なので、ういっていう口にして、息を吸って、みんな、これを、その保育士さん、試したそうです。そして、次の日、一問に報告に来てくれました。うまくいきましたということで、作業していた子どもたちが、パッと顔を上げてくれて、ちゃんと集まってくれたんだそうです。保育士の皆さん、もしお子さんたちが、作業をやめてくれない、どうしたらいいんだろうって方は、3ポイントです。そのお部屋の一番遠い方を見る。そこに届くように、息を吸って、息のボールを投げる。笑顔で投げる。いかがでしょうか。ぜひお試しになってください。実際にお試しいただいてどうだったか、もしよかったらコメントをください。いいねとかしていただいても嬉しいですしね。このチャンネルで皆様のお悩みが解決しますように、これからもお届けしていきます。もしお悩みありましたら、コメント欄に書いていただいても嬉しいです。ということで、今日は保育士さんのお悩み、子どもたちの作業を止めて、こちらに次の作業に移っていただく声の出し方、3ポイントをお届けしました。
お聞きいただきありがとうございました。